こんにちは、ウニです。今日はなんだろう、これ RPG マップっていうのをやっていこうと思います。前々から気になってたのと、ちょっと参加型ではちょっと難しいかなと思ってたので、一人でプレイしていこうと思います。もうとりあえずルール説明を見ていきますか。アドベンチャーモードのみ。アドベンチャーイージー、ピースフルにした場合はピースフルじゃない、アド元の入場導入禁止、コマンド禁止、二次配布改造しての配布は禁止、動画サイト等で紹介プレイ、じゃあこの先、ほぼネタバレになりますので、先にやりたいって方は動画の概要欄からダウンロードしてプレイしてみてください。守ってください。了解です。はい、じゃあやっていきましょう。ルールを読んでからこのボタンを押してください。はい、いきます。ポチッ。ハード、ノーマル、イージー。難易度を選択してから、もうこのハードでいきましょう。ハード、チン。いきまーす。難易度をハードに設定しました。レッツゴー。お、フォークスト RPG なんか踏んじゃった。踏んでよかったのかな。あれ？何も起きない。まあこれ。ダンジョンインフォメーション&レストラン。誰かいる。喋りかけるとかできる感じかな、これ。あ、できた。ここの客、ここの料理は絶品だよ。へぇ。ほんで、はい。いらっしゃい。右のボタンを押して、ダンジョンの転送に向かうと、ダンジョンに行くができるよ。へぇ。ステージ4、ステージ1からあるんだ。危険の森。完全初見だから、まず何もわかんないけど、とりあえず、置いてあるの行きますか。クエストインフォメーション。クエスト。クエスト1からあるのかな。なんだこの人は。はい。ここはクエスト案内所。クエストを達成したらボタンを押して報酬もらえるよ。骨ブロックを作成しよう。持ってないんだよな、骨ブロック。あ、この作業台は一応使えるなってるのかな。ジュークボックスだ。へぇ。じゃあ、とりあえず、全部の家もありますかね。これは何だ、アイテムショップ。なんかあるの。ゾンビ肉1個で金塊、骨で金塊1個。倒して持ってくる感じかな。いっぱいありますけど、これも今何も持ってないんで、次行きますか。これは何だろう。まあいいか、これは。なんだこれ、レベルアップストア。レベルアップするの。経験値40、30、経験値20、体力アップとかできるみたい。一応話聞いておきますかね。ここでは経験値を使ってレベルを上げることができるよ。レベルを上げるとダンジョンに行く際特殊効果がつくよ。このチェストは一度目のね。これパクったらどうなりますか。あ、いいのかな。まあいいや、いただこう。行ってないところ、これか。あ、なんかある。え、すげえ、いっぱいあるじゃん。いただきまーす。回復の瓶、エメラルド。これなんかおもやみたいな感じの。チェストには小麦が入ってて、ほうほうほう。回復の瓶いっぱいあるな。小麦。こっちはエンチャンテーブル。あるラピスラズリと本。なんだこっち、採掘場みたいな。入れないな。そしてこちらは、お、これどっかで見たぞ。これどっかで見たぞ。ちょっと40人クラフトでいずれ紹介されると思います、こういう建築。ちょっとネタバレになっちゃうんで言わないですけど。お、これはもしや、とりあえず戦えるようになった。え、めっちゃあるじゃん。なんだこれ、爆発卵、爆発卵、すごいな。こちらはパンと回復の瓶で、ここら辺は4回死んでもいいようにあってそうだな。ちょっととりあえず装備します。チャキーン。上に行ったらなんかあった。お、エンチャント本、違う、ボスの特徴と倒し方、魔法の杖。これはボスゾンビ。 HP が高い。ゾンビの腕玉、魔法の剣
魔王と剣をうまく使って倒そう。結構いろいろボスがあるみたいですね。とりあえず6体。これ全部同じなのかな？あ、全部同じだな。じゃあ1冊ずつ、とりあえず置いとこうかな。まあ、パンは一応もらってきます。あと、魔法の杖。これなんか使えそう。じゃあ、ダンジョン行ってみますか。なんかちょっと貴重品、置いとけるところないかな。あ、ここにちょっとなんか貴重品預けとこう。何回か死んでもいいんだろうから。よしよしよし。パンだけちょっと、半分くらい、持ってこうかな。爆発卵もちょっと気になるからもらってこう。トーテムは持ちますかね。じゃあ、ダンジョン行ってきたいと思います。危険の森。レッツゴー。ポチッ。行き先を危険の森に設定しました。え、行けないの、これ。すぐテレポートするとかじゃないのかな、これ。ダンジョン、あ、ここを通っていく感じか。じゃあ、行きます。危険の森。お、来た。はい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 
怖い怖い。え、早っ。え、普通に怖いな。え、普通に湧いてくるし、早いし。痛い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 。普通に死んじゃうんじゃないこれ。やばい。やばい。やばい、死んじゃう普通に。ハードにするんじゃなかったこれ。早い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 。やめてやめてやめて。え、普通に死ぬじゃんこれ。え、強くない？嘘でしょ。なんかアイテムショップで何か買うしかないかな。ダイヤブロック、ダイヤリギンス、金ブロックで1個とかだな。ガチャショップ行く。何これ、ガチャショップ。ガチャできるらしい。エメラルド1個で大当たりか当たり、あずれ。なるほど。アイテムは全部で10種。お、当たりがこれなんだ。へえ。こっちは金ゴット1個でガチャ用エメラルド1個。なるほど。エメラルドはここで使う感じかな。じゃここで金ブロック1個でダイヤモンドブーツ、金ブロック1個でチェストプレート、これもらおうかな。よし、はい。一応クラフトできるっぽい。金ブロック1個でチェストプレート、はい。お、来た。このエメラルド2個でガチャしますかね。ガチャガチャ。はい、アイテムガチャ。エメラルド1個で1回。います。ジン。え？何？外れじゃん。嘘。何ももらえないことなんてあるの？ピエンだわ、それは。えい。は、嘘でしょ。種なんかいらねえよ。なんかもうちょっと当たり出るまでやりたい気もするけど、なんかもったいないな。じゃあちょっと戻りますか、団長に。行きます。よし、危険の森。ダイヤ装備の終了。なになに、え、硬すぎだって。やっと倒れた。え、なんか落としてよ。何この下とかなんかあるのかな。行ってみる。お、近道もしかして。近道か、これは。おっと、なんか焼けるとこある。なんか焼くんかな。これ多分ショートカットでいいのか。ちょっとなんかボロボロじゃないけど、なんかくれ。なんか落としてくれ。落としたんだけど、いらねえよ。スペルトしたなんで買っちゃったよ。よりによって買っちゃったやつを落ちるって。この
RPG 大丈夫。はい。魔王はいいけどこれ。あ、魔王倒れた。しかも自分を食らってる。痛い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 。死んじゃう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 。死んじゃった。痛い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 。じゃあ拾ってる。行こう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 。なになになに？なにここ？お墓かな？来た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 。ボス戦？ボス押しちゃった。やば。なんか湧いた？痛い痛い痛い。やめてやめて、いっぱいいるって。押せる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 押せた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 けど押せたけど、えぐえぐいえぐいってこれ本当に痛い。いや湧きすぎー、湧きすぎピン。よし、いけいける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 、逃げろ逃げろ。待って、逃げない。本当に終わるんでしょうこれ。待って、これ卵使うんじゃない。卵、逃げ。ピエン。ちょっとなんか自分をパワーアップするっていうところなかったっけ。レベルアップ、レベルアップストア、こうだ。体力増強、攻撃力増強。今20だから、どっちかやりますか。どっちがいいかな。ちょっとレベル1からいくか。全員。レベルアップ。え、体力増えた？増えてなくない？これ増えてる？わかんない、増えてんのかな。いきます。はい、体力増えてんのかな。あ、増えてる増えてる。2だけ増えてる、2だけ増えてるけど、ピチゾンビチビ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 ゾンビ、危ねえ。やばい、で、ボタン押した、ボタン押して、盲目が続いて、やばい、やばい。こんな感じで戦うかな。多分こんな感じで戦うんだと思う。やったやったやった、倒した。え、倒したけど、倒したけど、ん、もう終わり。あれ、あ、こっちか。来た。何もないかな。前戻る。これがボス戦の章。あ、これで終わりなんだ、一回。とりあえず。弓形に入って、トーテムが増えて、もう、いらんもの持ちすぎた。で、これで村に戻る。個人ステージクリア。やったぜ。金ホットもらいました。ありがとうございます。村へ、町に戻ります。ピューン。戻った。第1話。第1話。第1ステージ。だけ、終わりました。これ何まで続くか分からないけど、とりあえず、まあ、シリーズ化してやっていこうと思います。いや、ご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバイ。